エネルギー反応消滅。シールドの破壊に成功しました。デュアルクロノブレイクキャノンはパルフェからの攻撃により回路の一部が破損した模様です。すぐに修理班を向かわせます。 驚きました。全くもって驚嘆に値します。正直やられるとは思いませんでした。長い時間を待った甲斐があります。よくぞここまで育ってくれました。しかし惜しい、実に惜しい。 あなた方がイレギュラーでさえなければ、あなた方が協力してくださればオーブの計画、思考の文明を実現するのも相当たやすいものになったであろうに悲しいかな。その理想が 理解できないとは。わけのわからないこと言ってんじゃねえ。これでもうお前だけだ。そうなのだ。降参するのだ。降参<笑>降参というのはもう勝てないと踏んだものの、する行為です。ならば私が降参する理由は見当たりません。 あら、強がりは良くないわよ。あんたにはもう味方はいないみたいだけど。味方などいりませんよ。私は一人であってもあなた方全員に勝てる算段を持ち合わせております。まだ戦うつもりなのか。はったりなの。それとも本気？ わからないわ。ともかくキャノンの修理を急いで。了解。例えばそう、あなたがたの戦闘機、至極古典的なインターフェースを採用しているようですね。あなたがたがヘイローと呼んでいるその装置、脳内を
量子コンピュータに見立てて連結し、情報を処理するタイプとお見受けいたしました。それでしたら話は簡単です。それが白波少尉と自分を除き応答が途切れたみたいです。何ですって？何、大したことではありません。人間の脳をスキャンすることでクロノストリングを制御するヘイロー、そのスキャンの流れをほんの一瞬逆流させただけですよ。逆流ですって？つまりヘイロー側からパイロットの脳にバックファイアを起こさせたということね。はい、そういうことです。みんなしっかりしろ。みんなご安心ください。逆流はごく一瞬のこと。あなた方の技術であっても適切な措置を取れば蘇生できるでしょう。さて、これでお分かりでしょう。あなた方の脆弱な技術など私どもの足元にも及ばないものだということが。おとなしく私の申し出を受け入れていればこちらの世界に来ることもできたはず。本当に残念ですよ。夏目、返事を、返事をしてくれ夏目。ですが計画の支障になるイレギュラーは決しておかねばなりません。それが野放しにできない力を持ったイレギュラーならなおさらのこと。カズヤ、危ない！まずはカズヤ、白波、あなたから消えていただきましょう。カズヤ！愚かなる列島文明の戦士たちよ、散りなさい。カズヤ、分離しろ。こうとっさに紋章機を切り離してかわしましたか。夏目、目を覚ましてくれ夏目。ナッツミルク艦長、もう一度デュアルクロノブレイクキャノンを。分かってるわ。でも破損箇所の修理にまだ時間が。悪あがきはおよしなさい。私も忙しい。あなた方に代わって神を継いでくれる者もまた探し直さなくてはならないのですからね。ダメだ、装甲がもう持たない。ロゼル、すまない。ブレイブハートはもう。ああ、分かってる。状況は絶望的みたいだ。どうやらデュアルクロノブレイクキャノンすぐには発射できないらしい。僕ら二人だけで他
他のみんなを守りながらあいつと戦うことはできないだろう。悔しいけど、このチェックメイトだな。ようやくご理解いただけましたか。では目をつぶりおとなしくなさい。動かなければ一発で消して差し上げます。みんな目を覚ますんだ。みんな、おやおや、カズヤ、白波、あなたはまだ抵抗するおつもりですか。なんという愚かな。一時でもあなたを神に据えようとした私が間違いでしたよ。ロゼル、頼む。せめてみんなをルクシオールへ運んでくれ。この状況でそれは不可能だよ。そんな、ロゼル。それにその必要もない。カズヤ、ここからできるだけ離れるんだ。ロゼル、何をするつもりだ。カズヤ、いいかい、夏目はずっと君が守るんだよ。君にしかできないことだ。忘れるな。ロゼル、何をする気だ。おい、ロゼル。何をするかと思えば特攻ですか。なんと原始的な。